年全国各地に飛び回っております。各、地域イベントではケイトライツさんありがとうございます、キッズフェスさん、グリーンマーケットさん、ビレッジさん、たくさんのイベントに参加させていただいております。本部は空き地カフェさん、空き地カフェさんにも参加させていただく予定であります。イベントスタッフの皆様いつもありがとうございます。バルーンで調子のみんなをハッピーにしたい、バルーンで盛り上げたい、そう思わせてくれたのはケイトライツさんのお魚キャベツのワークショップでした。私の想像を超える盛り上がりとなり、参加者の皆さんだけでなく調子を盛り上げようという頑張るスタッフの方々の笑顔がとても嬉しかったのです。調子初のキッズフェスでも子どもたちがバルーンを一斉に空に飛ばしたバルーンリリースはとても大盛況でした。多くの感動の声をいただき、バルーンで調子のみんなをハッピーにしたい、バルーンで盛り上げたいと思ったので。